2月27日日曜日に開催予定であった世界遺産姫路城マラソン2022は新型コロナウイルスの感染症の急速な感染拡大により収束の見通しが立たない状況下においてはランナーの命参加していただくランナーだけではなくボランティアの方々や医療スタッフなど 大会の運営に関わる全ての皆様の安全安心を確保することができないとの判断に至りました団長の思いで開催の中止を決定いたしましたので発表いたしますなお開催中止に伴い開催要項に定めているとおりマラソンの部に参加予定であった皆様については代替大,大会として オンンラインマラソンを実施いたします。実施時期につきましては、後日、ランナーの皆様にお知らせいたします。また、ファンランの部に参加予定であった皆様については、記念品を後日お送りいたします。3年ぶりの開催を信じて、努力を積み重ねてこられたランナーの皆様には、大変申し訳なく、主催者としても、 非常に残念ではありますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。コロナの重症病床そのものの圧迫はそうでもないんですが、いわゆる通常の救急医療や一般診療の方にも影響が出始めているということを考えますと、まあ、やはり医療従事者の方々へのさらなる負担を引き起こすかもしれないという観点からは、 ままず中止を検討しましたさらに、やはり学級閉鎖等の感染力を見ておりますと、一般の方々、参加者の皆様も、それぞれ経済活動をされている中で、現在の感染症分類2類でありましたら、当然、隔離対象ということになりますので、各事業所、 かからのボランティアとかです、ね、地域の方々がもし感染されて、重症にならなかったとしても、経済活動の妨げになるのではないかと、でこの時点で、えーまあ、中止を発表させていただいたのが少し遅かったのではないかというご批判もあるかもしれませんが、まあ、我々も3年ぶりの開催を目がけて、目指してさまざ、あ、まなところを調整しておりました。 これ以上長引きますと、キャンセルフィーとか、そういった社会的な影響も大きいと判断して、えーまあ、本日の発表につながったというところでございます。まず優先事項は、命と暮らしを守るという大前提ですから、あの絶対やらなくてはならないとかいうようなことよりも、フラットにいろんなところで可能性を探ろうと。 いうことで率直に申し上げて、最終的には、まあ、無理はしないでおこうということ、先ほど申し上げましたように、一般病床のこととか、えー、ボランティアで来ていただく方の安全、それからあ今、エッセンシャルワーカーを中心に、いろんなところで経済を回していくためには、ま,あ、まだ感染症指定の二類にある状況では、 仮に、えー、新規感染者数が増えるだけでも、経済的な、えー、損失も出てくるということで、最終判断はもう私が決断しましたけれども、現、ま、下、あ、でも、夜遅くまで議論したことも事実でございます、あの市の方には、あぜひやってほしいという意見も多数寄せられましたし、やはりやるべきでないんじゃないかというような意見も、も どちらの意見もありました、まあ、最終的には、私の責任を持って、えー、団長の思いで中止ということを決断した次第です。